あなたは人の悪口って言ったりしてないですか？こんにちは、原町接骨院久松です。今回は言ってはいけない他人の悪口は脳の老化を招くということでお話しいたします。はい、人の悪口言うとね、自分の脳が老化しやすくなる。今回はそれについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは悪口言わないように気をつけるはずです。ではお話しいたします。他人の悪口は言ってはいけないんです。っていうのは、これちゃんと理由があるんですけども、脳のシステム上、他人の悪口を言うと自分が言われていると誤認しちゃうんです。はい、脳ってね、意外と騙されやすい部分あるんですよ。もう自律神経不調、誤作動を起こしたりとかね、もうその他もろもろで騙されることが多い。はい、他人の悪口言ってもね、自分が言われたって勘違いしちゃうんです。そうなるとどうなるかというと、あなたの脳内でストレスホルモンが大量に分泌される。ストレスホルモン、あんまりいいイメージないですよね。ストレスホルモンが大量に分泌されるとどうなるかというと、あなたの脳機能が低下します。脳機能が低下すると、強いては脳の老化を招くという事態になってしまうんです。ですから他人の悪口はね、もう周りの雰囲気を悪くしないようにするため、そしてあなた自身のためにもね、言わないようにした方がいいです。そしてこれ、フィンランドの研究では、他人の悪口を言う人は言わない人に比べて認知症リスクが3倍高くなるという研究結果が出ております。ですからね、もう人の悪口言わないようにして、あなた自身の脳の老化防ぐようにしてみてくださいね。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そうしてライブ配信のお知らせです。私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストと、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、あなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画をご覧のあなたが、自律神経の症状、その他の症状でお悩みで、病院に行っても解決しない、整体や整骨院に行っても解決しない、でも諦めたくないということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合は、自宅でできる1対1の遠隔整体もやっております。そして私、全国の治療院で初、乳歯髄幹細胞セラピーというのをやっております。これは子供の乳歯から取った幹細胞、体の元になる細胞なんですけども、これを私の生体後、点鼻とかネブライザーで取り込んでいただくことにより、私の生体の効果をより高め、効果をすごく持続させていくことができます。私の自律神経の生体や乳歯髄幹細胞セラピーにご興味ございましたら、下の概要欄から LINE 登録して私に直接ご連絡ください。必ずあなたのお役に立ちます。そして私、今後も自律神経やオカルトに関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。